町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。これで行く。奴らの巣には気をつけよう。お出迎えだな。やるぞ、ついてこい。ガスだぞ。うわ、地面にも蜘蛛の糸が。強くなりたい。空気が違う。まるで異世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう。まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。終わったかな。みんな気を引き締めていこう。あれはキューブ。調べなくていい。あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に私たちの手は通じない。俺と同じだ。向かってくるなら蹴散らせばいい。やるか。ジャック、やってやろう。この匂い、かなり危険なのだ。ナッシュ、当てに来てもらう。当然言われると、我が悪いするよ。Hurry!
ク、天井の鍾乳石使えない？敵だ。叩き潰すぞ。やめろ。ジャック、今がチャンス。毒か。なんとも幻想的だ。休憩できそうだ。さあ、忙しくなるぞ。手を抜かないでよ。猫の魔物、可愛げがないぞ。本当の猫ならよかったのに。面白くなってきたな。落ち着いて対処するしかないだ。かなり素早い。気をつけよう。警戒した方がいい。頑張れ、あと少し。中が空いてたって、鍵なんか食べなくても。相手する？蹴散らしてやるさ。ビッケ船長。ジャック、開けてみよう。船の雰囲気、この辺のものって感じがしないな。海賊船だからじゃない？なるほど。ということはビッケ船長はあそこかな。ハッシュ、意外とビビリ。彼が苦手なだけだ。ちょっと、こいつ肉を味方につけたよ。後ろ。
次に進もう。キューブがある。休んでおこう。だよ、こっからじゃダメか。乗り場は別の場所らしく。
出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。終わり？圧勝だな。張り巡らされている。デカ口がいるから早いうちに壊そう。船長、おお、こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。キューブがあるな。調べておくか。ジャックの力を貸してもらう。
気をつけよう。怪我は手当てしておけ。敵を呼び出す。先に壊せば問題ない。船ははここまで来るとは。どうやらてめえらは本物らしいな。あんたがビッケか。ビッケ船長だ、キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おうよ、海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うんだぜ。綺麗じゃねえか。もらい物の船だぞ。壊すなよ。ジャックの船は私が払う。面白くない。この冗談面白くない。
そこまでだ。襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊稼業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルの在りかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ、ダークエルフだ。どう違うの。エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。え、